はい、こんにちは、スーです。今回はこちら魔法石7個呪術廻戦コラボガチャ引いていきたいと思います。ついに来ましたね。魔法石の数は7個となっております。まあ鬼滅のやつみたいな感じですかね、位置づけ的には。進化形態とかも含めて、ラインナップ見ていきましょう。はい、こんな感じで星8が2体、星7が、7体かな、残り星6で8体ですね。確率的には、サイレアが 2% で、次星7が 3.2%、 確定枠の全員巻きだけ 3% ですね。で、一応交換所に関してはサイレアの星8のみ、交換可能です。まあとりあえず新規コラボなんでね、コンプ目指して引いていこうかなと思います。じゃあとりあえずね、100連時間もかかると思うんで、ガチャ引きながらね、いろいろ話していこうかなと思います。じゃあ、まず開始魔法石900個ですね。何回引くかはちょっとサムネを見てください。多分サムネに何連って書いてあるんで、そっち見てください。まあ50か100かちょっと迷ってますけど、キャラの出を見て引いていこうかなと思います。カモノリとシエ、まあ最低レアリティがね星6なんで、もうダイヤ確定ガチャになってます。はい、まあ、なんだろうね、一応今回のガチャ、あ、そうだ、ガチャの話をする前に、あ、てかそもそもあれだ、ボイス聞こうか。犬巻先輩、はい、喋りますね。今回ね、全員ボイス覚醒持ってるんで、ここにもちょっとね注目していきたい。ちょっとだけ効果音を上げました。そうで、ちょっとキャラの話をする前に、土日にね動画を上げなかったんですけど、ちょっと喉の調子が悪くて、風邪気味で病院も行って薬ももらってきても飲んでるんですけど、喉の調子が悪いんで、ちょっと控え気味の声量で喋ります。今日はね、この後も動画撮りたいんで。で、メカ丸出ましたね。はい、原作好きな人からするとこのボイスは結構いいんじゃないでしょうか。まあ、ボイス覚醒に関してはね、その覚醒のとこにつけんなみたいな、いろいろ言われてますけど。さあ、パンダ先輩来ました。俺はお前を手伝うぜ。ぶっちゃけね、星6枠に関しては今回どうでしょうね。なんかめちゃくちゃ強いキャラ、まあなんかこれっていうキャラはそんないなかった気がしますね。お、ジョーゴ来た。これは星7枠ですね。28ターン変身で、まあロザリンと、まあ近いようなものを感じます。 HP2 倍半減です。まあ使うとしたらロザリン上号になるのかな。領域展開、外観鉄地戦。はい、ボイスもかっこいいですね。まあ、今回の中でも結構目玉なキャラになってますね。まあ、なんだろう、割とその3色同時3色以上攻撃とか4色以上攻撃、5色以上攻撃。お、東堂来ました。高田ちゃんがいますね。どんな女がタイプだ。はい、進化後の方はこんな感じ。すごい、ボイスっていうか手を叩く音なのか、これは。なんといってもこれですね、25ターンの、リーダーチェーンスキル、リーダーと一番右のサブを入れ替えると。ただまあアシスト不可なので、東堂を自戒で必要があるので、まあ使ってみてかな。あとはこの新覚醒、五色攻撃強化とかもね、まあ初めて実装された覚醒なんで、使用感見てまた評価していこうかなと思います。まあ一応ね、自身も HP2 倍半減ではあるんで、五色必要ですけど、まあ、面白そうなキャラではある。何使おうな最初。まあ、やっぱ虎杖とかになるのかな。マヒトとかイタドリとかね、その辺が結構強そうですね。そう、やっぱりその新覚醒ね、五色同時攻撃とかその辺が今回新しく追加されたんで、まあ、結構なんだろう、今までも新覚醒、例えば十字消しとか、まああとはなんだ、覚醒じゃなくてもその HP 倍率ね、初めて 2.5 倍もらった、まあ、2.5 倍その前にもいたかもしれんけど、ムヘトジーバとかね、結構そのお試しキャラ、今までなかったようなのを試すためのお試しキャラって弱い傾向があるので、まあでも今回の覚醒に関しては3色以上攻撃はね、個人的には全然ありだと思ってます。まあ、4色5色はちょっとうーんっていう感じはするんですけど。で、声聞いてなかったね。新影流、寛容域。はい、ボイスはこんな感じになってます。今はなんかそんな使えそうな感じはしないけどな。まあまあ武器とかもないからね。実際鬼滅の刃も星6枠使ってるキャラ、まあでも割といるか。鬼滅に関しては鱗滝とか、まあサビマコループとかね、まあでもそんぐらいじゃね。なんかいたっけ他に目ぼしいやつ。最近あれ使ってんな、 M 土曜のなんか集会で使ったわ、九州向こうで。さあ、お、来ましたね、星7枠伏黒恵みです。ぬえぬえ、進化後は玉剣。はい、こちらも新覚醒ですね。三色攻撃強化が、使われております。はい、1個につき 2.5 倍ですね。まあこの辺りもまた使ってみたら評価になるかな。3色は、まあ、さっきも言ったように割と使えると思う。まあもちろんね、パーティーに5色入れなきゃいけないっていう枷はあるんですけど、5色っていうか、あ、確定枠来ましたね、マキ。世界トップかわいい。はい、この人は4色攻撃強化ですね。
ではどんどん引いていきましょう。引く数が多いんでちょっとどんどんいかないと、あんま止まってるとすごい動画時間になっちゃうんで、どんどん引いていきます。 OK、 星7結構出るね。恵み、善意、真希、東堂、葵、上後、半分ぐらいで出るわ。あ、初ゲットかな。さっさと捕まえてみろよ。これ声優あれだな、名前出てこねえけどあれだ。スキルもまあ周回とかで使えそうなスキルなんで、これはまあそれなりに使い道はありそう。まあ 1,2 体ぐらいは持っときたいかもしれないね。まあ、言っても最低レアリティは 9% あるんで、まあ、引いてれば出ると思います。メカ丸、星6出てないのが矢賀正道と、あと誰だ、善意、舞も出てない、出たっけ。お姉ちゃんの方は出たけど妹の方出たっけ。また普通に虎杖とか、お、あー違う、最低レアリティ出てないだけで。気づきを与えるのが教育だ。はい、学長だったかなこの人は。行っていきます。50連っていうと何回だ。石900個あったから、恵みめっちゃ出るな。石900個あったから1回7回でしょ。7535350個かってことは550、残り魔法石数550までいけば50連した計算になるのか。とりあえず50連までいきましょう。その後引くかはまた考えます。お、ジョーゴ来ました。とりあえず麻痺とは絶対に引きたい、早く使いたいから。交換できないからね。虎杖と五条に関しては最悪交換がある。麻痺といるな。あと釘崎もちょっと早々に入手したい。ナナミンは最初に使う予定はないので、まあ最悪出なくても後で追いガチャでもいいかなっていう感じです。カモノリトシのボイス聞いてなくね。あ、麻痺と来ました、やった。変身キャラですね。領域展開、地平エンドンか。イケボだな。これ結構ね強いと思います。 1.8 倍半減ね、3コンボ加算に固定ダメージも持ってるんで、麻痺と早く使いたいんだよな。 OK、 引いていきます。じゃああとはもう本当にサイレア狙いと、全員前って出たっけ。出てないき、もう伏黒恵みクッソ出るんだけど。4体目舞さん出てない気しますね。出たっけ、記憶にないだけ俺が。花先輩はめちゃ出てる。あ、ちょっとボイス聞きましょうか、聞いてないよね。石血操術、はい、かっこいいですね。別にそんなあのカモノリトシに思い入れはそんなにないけど俺は、うん、さあ、おお、また来た。これ誰の声だ。石血操術、これめちゃくちゃ聞いたことあるな。そのなんだろう、あ、事実以外で誰だ声優、めちゃくちゃ聞いたことある。結構多分有名どころの人だよね。めちゃくちゃ聞いたことある。なんだこれ、誰、他のアニメでめちゃくちゃ聞き覚えのある声だ。誰だ、あれじゃね、煉獄さんじゃない、違う、これ違うか。石血操術、カリバイ。え、めちゃくちゃ煉獄さん味がすごい。ちょっと待って、煉獄さん見ていい。俺は俺の心を燃やせ。え、これね、めちゃ似てんな。ごめん、似てるだけで違うかもしれんけど、めっちゃ似てる。ちょっと後で調べるわ、声優。めちゃくちゃ似てるな。お、またで、めちゃくちゃ出るな。めちゃくちゃ出るじゃん。めちゃくちゃ出る。全員前出てなくね。おい、来ました、五条悟。ボイス聞きますね。術式反転、赤赤、かっこいいな、マジ。挙式、紫、かっこいいな、落ち着いてんな。いやちょっとなんか五条先生ね、いろいろ言われてますけど、まあ使ってみてだよね。全然俺ね、この覚醒は悪くないと思うんだよね。まあ、ちょっとこのたこ焼き、たこ焼きじゃねえか。枝豆に関しては、まあ、賛否両論あると思いますが。まあ、あとはリーダースキルか。まあ、ただあれなんだよな。その、副属性しかないっていうのと、主属性がないから、ダメージがね、出しにくいっていうのと、あとはま、スキルだな。スキルがちょっと攻略のことを考えると、微妙な気がしますね。まあ、あとリーダースキルも指定3色なんで、使いにくさは若干あるかなといった感じ。まあ、これも使ってみたら評価になるかな。ただ、まあ、キャラスペック的にはね、相当高いと思います。OK、五条先生出ましたと、どんどん引いていきましょう。これ結構引きいいから50連でもいいな。100連まで行くとクソ時間かかるから、50ぐらい、お、違う、これはお姉ちゃんだ。確定枠の方だ。
50連ぐらいで止めとこうかな一旦。また追いガチャとかでねガチャ配信すればいいし、早く使ってみたも出したいので。え、マジでさ、全員家の妹出てなくね。星6 9.2% あるんだけど。あ、出た、これ出たっけ。あ、出てないよね、やっぱり。初ゲット。喧嘩売る相手は選ぶことね。はい、この人は十字に特化した、覚醒スキルになってます。この、あの2つの色のたこ焼きがついてるのあんまり好きくない。うん、実は火と金2個だったら火2個ついてる方が嬉しい。誰でもそう思うか。あと1体ぐらい出ないかな。ナナミンが出てない。ナナミンと釘崎と虎杖が出てないですね。お、釘崎来たー、いいね、あり。スグレージホかんざし、かんざし、かっこいいな。スグレージホともなり。これね、釘ドロップちょっとね早く見たいですよね。多分追い打ちみたいな感じで使えると思うんで、ちょっとなんか、まあ、十字パとかね、追い打ち組みづらいようなパーティーとかに入れて、うん、使ってみるといいかもしれない。あと、レツパで、あのペガサスとかね。はい、いいね、トド。いいよ。来ました。2体目ゲット。アシストできたらめちゃくちゃ強かったんだけどな。さすがに無理だったわ。さあ、これはもう50連でやめてよさそうだね。一旦50連でちょっと終わっておきましょう。550個までいけば50連かな。よし、550で止めます。お、ジョーゴ3体目結構いい感じに出てますね。ナナミンとイタドリだけですな。あとイタドリがちょっと出したいなっていう感じはありますけど。おい、マジか。ジョーゴめっちゃ出る。ただジョーゴ携帯がね1個しかないから、なんかそんな複数はいらない感じはしますね。役立たず。ナナミン出ないかな。ヤガマサミチのさ、なんか強キャラ感すごくない？最低レアリティの顔じゃねえ。お、マジ？いたと出たんだけど。来た来た来た。出ました。はい、20ターン変身、両面スクナ。声いかつ。どこのシーンだこれ？究極進化の方は。はい、国戦ですね。これぞ虎杖って感じだわ。ただこいつちょっとスキルがね、ネタに振り切りすぎ。マジでこれちょっと使えないぜこれスキル。もったいねえ本当に。うん、指ですね。はい、オッケー、出ました、サイレアコンプ。じゃああと本当にもうなんだ、ナナミンだけかな。めちゃめちゃバランスいい気してますね。まあ 2% なんでサイレア1体ずつね50連で出れば確率ドンピシャではあるんですが、まあ、なかなかそうはいかないのがねガチャなんで、結構いいですね。よし、じゃあラスト引いていきたいと思います。これで7人出たらやばいよ。うん、最後はカモノリトシとめっちゃ出たな。11体所持になってるわ。はい、ということで50連引き終わりました。はい、結果的にはこんな感じですね。ちょっとこれ初コラボだからさ、あれしよう。呪術廻戦で相当してあげて文法順に並べればわかりやすいね。まずサイレア、イタドリと五条が1体ずつ。で、残り星7枠が何体だ ?1、2、3。12体ですかね。ナナミンだけ出ずに12体。ジョーゴと、めぐみが4体ずつ出てる。他はまあ1、2ぐらい。確率的にはどうなんだ星8は確率ぴったりでしょ。あ、星7はこれ12じゃなくて14ですね。ごめんなさい。星714体っていうと確率的にはどうなんだ一応星7の確率が大体ね、22% ぐらいなのよ。で、50連で 22% っていうと大体11体分ぐらいだから、1体ぐらい上振れてるかな。確率的には勝ってますね、多分これ。すごい。最近結構ガチャ運良かったけど、呪術廻戦も勝てました。これはなかなかいいですね。で、カモノリトシ出すぎな、お前。すごい、1体しか出てないのに全員前。カモノリトシ11体いるんだけど。むちゃくちゃ出たな。数もそうですけどね、結構キャラのバランスもよく出てくれたんで、あとはもう7名引くだけですね。まあちょっと1体しかいないキャラもいるんで、武器とかも分岐とかも含めてね、もうちょっと追いガチャはする予定ですが、今日のところは一旦これでね、ガチャ動画終わりたいと思います。はい、ということでね、皆さんご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価の方ぜひよろしくお願いします。コメントの方もね、残していってもらえたら嬉しいです。それではありがとうございました。お疲れ様でした。では。